じめまして、私は国立科学博物館で支援研究員という役職で研究員をしている塩崎と申します。このプロジェクトではドローンのパイロットとしてブローを採取するのと合わせて、私研究員という身分なので、その DNA の分析だったりサンプルの調整だったりっていうのも、一部になっているポジションで動いています。全体的に見てやはり気候条件には恵まれなかったんですけれども、それでも日の中で何度かは、風が止んだり晴れ間が覗いたりしていたので、そういったちょっとした隙を見逃さずに調査というよりドローンの飛行だったりサンプリングに向けて動いたことで、最終的に、1サンプルとはいえでもかなり安全に採取することができたので、必要なものを取るという面においても、またそれを安全に行うという面においてもかなりのノウハウが得られたので、結果的に成功だったのではないかと思います。取れた瞬間というよりも、取った瞬間は取ったという認識はなかったんですけれども、ブローが上がった時かなり前に見たんですよね。この上がったその煙をこうどうにかキャッチしようともがいた結果として、最後帰ってきたらその思いのほかたくさん取れていったというのは、単純に嬉しかったですね。そのなかなか取れないものがやっぱ取れたっていうのは嬉しいのと、自分の計算がうまくいったっていうのは自信にもつながりますね。そうですね、結構クジラもいい方だと思います。ザトウクジラじゃなくてもマッコウクジラとかでも私行くと見えることがあったりするので、あんまり科学的ではないですけどねクジラって結構大きいんですけれども、海の上だと本当に目立たないので、しかもドローン そのカメラから送られてくる画像の技術的な問題ではっきり見えないので、ドローンでクジラに見つけるというのは非常に難しいので、ブローを確実に見逃さないようにするとか、飛ばしてる間は気を張って集中するとかですかね。風が読めないところですね。陸で吹いてる風と海で吹いてる風は違うので、海に向かって飛ばしていった瞬間、突風でこう急に煽られたりとか、あとアラートメッセージが出てくるんですね、ありがたいことに。その時に、風が強い、どうしたって慌てずに、風が強いのであれば、例えば海面コードをちょっと錆びるとか、帰ってこれるギリギリのタイミングのバッテリーを頭の中で計算するとか、そういう冷静さが求められますね。海は墜落絶対できないので、それだけはないように気をつけてますね。12月の調査の時点で3サンプルで、今回1サンプルっていう風な感じで、あんまりこう数字としては芳しくないように見えるかもしれないんですけど、確実にノウハウを蓄積しているので、今回特に2泊3日というなかなかタイトなスケジュールの中でちゃんとサンプリングできたので、次回来シーズンはもうちょっと長く滞在して晴れ間のタイミングや風が止むタイミングを逃さずやれば、もっと効率的に再々できると思うので、今後にぜひ期待していただきたいと思います。